2015年7月、人気アニメ、ちびまる子ちゃんのキャラクターたちをラッピングした電車が、27日から1年間、静岡市の静岡鉄道、新静岡から新清水間を走行する。ちびまる子ちゃんは、静岡県清水市、現静岡市清水区を舞台に、そこに暮らす一家、桜家の次女である、小学3年生のまる子、桜桃子と、家族、友達との、ほのぼのとした日常を描いた作品で、これまでに50以上の国と地域で放送され、人気を博している。特に、中国、韓国、台湾、香港などで大人気で、北京では、ちびまる子ちゃんフェアが7月17日からスタート。9月6日まで、夢をテーマに開催されている。ちびまる子ちゃんの電車を企画したのは、静岡市、静岡鉄道と、ちびまる子ちゃんランドを運営するドリームプラザ。ちびまる子ちゃんのアニメは、1990年の放映開始から今年で25周年となるため、官民が連携した。静岡市への内外観光客の誘致が狙いで、特に、中国、韓国、台湾など近隣諸国からの旅行客の増加を期待している。ラッピング電車は、ピンクの車体に、丸ちゃんやたまちゃん、花輪くんなど、おなじみのキャラクター17人が描かれている。27日には、ちびまる子ちゃんラッピング電車の出発式が、静岡鉄道の新静岡駅で開催される。ラッピング電車は、2両編成で、新静岡駅と新清水駅間を1日13から19往復する予定。市内のゆかりの場所をめぐるスタンプラリーの実施や、ちびまる子ちゃんとのコラボ商品の販売も検討している。